みなさんこんにちは。こんにちは。本日も始まりました、掛川 TV 最速ですが、タイトルコール参りましょう。皆川由紀子の赤ちゃんと一緒デビーダンス。もうちょいこっち。はい、オッケー。しっかりやりましたから。素晴らしい。すごい。ちょっと私の姿勢がおかしいけど。綺麗。だから何？空手やった方がいいよ。空手やったら。空手。だそうです。ダンスです。ダンスですね。はい。ではですね、本日も始まりましたけれども、トップバッターは私、ベビーダンスインストラクターの皆川由紀子からお送りいたします。よろしくお願いします。ないですけど、ちょっと目に優しいピンクでお送りいたします。はい、ではですね、バダンスポンサー様のご紹介からさせていただきます。抱っこで産後エクササイズ、お寺でベビーダンス、皆川由紀子さん。おっしゃちょっと出していい？出して。あ、それなんすか？はい、なんすか？できた。それ登り方はちなみにいくらで作れるんですか？いくらで？今1300円です。1300円だそうです。はい。明日から2000円。ダンススタジオさえもしましょうか。ね、そうだね。はい。はい、では次です。美容の力で世界を笑顔に。フクロイの末裔、脱毛はソワニエ様。おっしゃ、こまよ。ダイエット&体質改善カフェ、宇宙キッチン、ナーティ様。おっしゃ、やば。ありがとうございます。手作り雑貨とワッフルのお店、サムズカフェ様。ペットの複合施設、DC キャッスル様。ありがとうございます。世界で一つの贈り物、日本ハーバリウム協会認定校、アトリエシャルマン様。ありがとうございます。これです。かわいいですね。贈り物にいいですね。地域参加型テレビ、ヤイズ TV 様。よっ、ありがとうございます。はい、以上のスポンサー様のおかげで、掛川 TV は楽しい情報発信の場を提供できています。本当にありがとうございます。ありがとうございます。さて、本日ですけれども、この赤ちゃんと一緒ベビーダンス、初めてゲストをお招きしてお送りいたします。はい、第1回目のゲストはダンススタジオ祭主催の水野彩さんです。よろしくお願いします。見てるかな、生徒さん。ちょっとね、自己紹介をじゃあ、はい、先生の方からお願いします。はい、ダンススタジオ祭を主催してます、水野彩です。牧之原市と藤枝市を活動拠点にして、子供から大人までジャズダンスとか、これ会社会社やるんです。私もこれね。そうね。ジャズダンス、モダンダンス、とキッズダンス、まあ、リズムダンス、とその踊るための基礎に力を入れて、教えをしています。はい。そうです。そんな感じで。はい。はい、ありがとうございます。はい。ですね、今日ね、私とあや先生着ているこの T シャツ、ダンススタジオさえのオリジナル T シャツでございます。うん、これ私自前です。なぜかと言いますと、私サイのメンバーです。そう、生徒なんです私。あ、そうなんですか。本当に生徒です。今ちょっとね、育休中で、そうお休みしてますけど、復活はします。はい。はい、なので、そうです、子供がねできるまでは、ね、妊娠発覚する1週間前まで踊ってました。めっちゃ激しい。めっちゃ激しいの。そう、渾身の一作をで踊ってました。懐かしい。懐かしいです。でですね、ちょっとね、あや先生のお話ちょっと私の方からさせていただきますけれども、もともとまあお友達なんですが、あや先生自体ですね、自体っていうのもいかがですけど6歳からですねモダンバレエを始めまして、これまでに日本舞踊、ヒップホップ、クラシックバレエ、ジャズダンス、まあ、多種多様な、ね、ジャンルを踊りこなしてきております。で、現在もそのたくさんの
生徒さんを指導する傍らでご自身もダンサーとして、うん、現役ダンサーとして舞台に立っておられます、うん、はい、ね、先ほどねちょっとね言ったね、あの子供たちの方の、うん、あの指導にも力を入れていて、キッズコーディネーショントレーニングっていうインストラクターのお仕事も一緒にされてます、はい、キッズコーディネーション、そう、キッズコーディネーショントレーニング、そう、子供のね、うん、体の成長過程に、ああ、服じゃな、なんでダンスの先生なの、おしゃれなんだよなそう、子供たちのね、その体を作るっていう指導もされてます、うん、大人だけじゃなくてね、うん、そう、あそこに学校作りたい人いますよ、え、子供の、うん、学校作るんですか、はい、うん、あ、じゃあその時には講師で授業13って聞いてるんです、あと何年後ですか、13年後、あと13年後に学校ができます、そんなに若いんだと思っちゃった今あ、そう、まだ若いですよ、わかりましたね、はい、うん、そう、で、そうそうそう、大事なことはね、あや先生なんですけど、うん、そう、掛川とね、すごくご縁があるんですよ、はい、あのすぐそこの K フィットのジャズダンスの講師もされています、あ、そうなんですか、そう、そうなんですよ、そう、毎週木曜日にそこにいるんです、木曜日、木曜日、水曜日にしてもらってね、そうなんですよ、なので前々からね、掛川とはご縁のある水野彩先生でございます、なので今日生徒さん見てくれてるかな、うん、彩先生出てるよ、出てるといい ね出てるといい ねこの時間だからね、お仕事の人はちょっとわかんないですけどね、夏休みとかね、あ、そう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 、子供たちがね、そう、夏休みだから見ててやってるでしょ、さん本番中に何言ったの、大丈夫です、パンそうでですね、そうね、ダンスタジオ3、ね、5年前、2013年からのスタートで、最初ね、5人からの、そう、5人ぐらい、そう、スタートだったんですね、大人だけ、そう、うん、そう、そうなんです、で、そこから今、まあ、サイ以外にも、ね、ハリハラとかあるけれども、全部総勢で何人ですか、あ、100名ぐらいの生徒をさせていただいて、100ですよ、すごいお状態ですよ、のぼそう、私もえ、こんなの全員入らないよ入っちゃうけど、やぼやぼみんな、やぼやぼ、顔だけぎゅうぎゅうでそれで ね、5年前からね、そのダンススタジオサイがスタートしたんですけど、なんで彩先生がダンスの先生になったのかっていう、うん、お話、まあ私は知ってますけどもまあね、なんで先生になったんだろうってね、聞いたことのない方多いと思うんで、ちょっとその辺をね、お話ししてほしいなって思います、はい、はい、ですか、はい、それこそ子供、小さい時から踊りをずっとやってきて、うんうんうん、とてもね、先生になるとは思いながら来た子供時代ではなく、でも好きでずっと続けてきて、で、だけどダンサーになるっていう目標も教えるっていう目標もなかったので、だけど好き、それで、高校卒業してから、企業に就職して、自分で稼いだお金で楽しくダンスをするっていうことでずっと続けてきて、で、ご縁があって25、6の時に教えてみないかっていうことで、そう、最初子どもの生徒さんの基礎を見るっていうことをさせていただいて、それで教えること、伝えることはもともと好きな方だったので、そういうのを続けながら、会社員をしていた、そう、でその30歳、年齢言っちゃいますけど30歳になる頃に、やっぱ1日8時間とか9時間とかその会社にいる時間、ダンスは もちろん真剣にやってたので、ダンスに当てれたら人生どうなるだろうっていうのをすごい考えるようになって、お天気っていうのが女性だし、ね、出産とか結婚とかそういうことも考えるし、でも一度始めてしまったら、例えば教え始めたい、どうしようって悩んでて、でも始めたら無責任にやめることもやっぱりできないから、その後のプランを考えて、もう今やらないと多分やらない、一緒やんないけど、一緒やんないとすると後悔するなっていうふうに思ったのと、その時に、ね、好きなこと仕事にするのはしんどいよってすごい言われて
いて、うん、だって趣味も好きなこともダンスで、それが仕事になったら逃げ道ないよっていう、うん、やっぱそのプロでやってる方が、うん、その音楽のプロだったんですけど、うん、でくれてたんですけど、うん、最近はあれだよね、好きなことしてても、うん、そうじゃない、そうじゃないことあるけど、普通に会社員してても、そうそう、しんどいことはどっちにもあるから、うん、だったら好きなことをね、うん、やってみようかなって、そんな無計画じゃ困ったけど、うん、そう、ね、飛び込んでみた。そう、やってみないと分かんないことがあるから、うん、やってみてちょっとそこで違うなと思ったらまた考えながら動くっていう、うんうん、そう、考えながら動く大事です、うん、大事です、本当に、ね、そうじゃいられんかったけど、そうだけどそこを飛び込む勇気があるかないかで、うん、その先の人生が全然こう変わってくる、うん、変わったなって思うし、うん、すごいその長年12年ぐらい勤めさせていただいてたその会社の環境にもすごい感謝もしてるし、うんうん、そう感謝してるけど辞めなきゃよかったとは一回も思ったことがないので今やってて、うん、ここまで来るにはね、やっぱり、うん、私は最初から見てる方なのでスタジオの流れを、うん、やっぱりその波っていうのもあるのも分かってるし、まあ、その綾先生の考えてることがどういうことかっていうのも分かってたので、まあ、でもそれも踏まえた上で私は生徒としてついていって、うん、っていうのが前のね、ダンススタジオから考えて10年ぐらい一緒にいますけど、そう、ただやっぱりその綾先生の思いが分かってるからこそついていきたいっていう気持ちになるんです、うんうん、そう、うん、で、うん、やっぱりね、綾先生のところにいる人たちは綾先生の作る作品がすごい好きです、うん、バラードでも、まあ、早いあの曲のものでもやっぱり素敵な作品が多いので、うん、やっぱそこはね、あのそうです、見ていただければ分かると思うんですけど、踊ってる方はもっとね楽しいです。しんどいにはしんどいです。体力的にもしんどいとは思うんだけど、うん、そう、なかなかあのやっぱこう体の中のダンスをやっていく上でやっぱり基礎となる体を作らなきゃいけないっていうのはあるんですけど、ただ踊るだけなら別にねいいんだけど、うん、本当に軸をしっかりこう作って踊るってなると、うん、いろんなこう踊り方ができる幅が広がるので、それは子供でも大人でも変わんない、うん、それは私も自分自身ができなかったことができるようになったっていうのもあるので実感してます、うん、そうで、それをやっぱりあの何て言うんですか、まだスタジオ始めて間もない先生だけどもちゃんとしたベースがあった上での、うん、あの先生なのですごく信頼も置けたし、でなんていうんですかね、うまく言えないけど、大丈夫、これに向かっていい、そう、うまく言えないんだけどあのね、上手になる出たそれ、怖い力が出ちゃった、でも上手になる、基礎とか土台がしっかりしてないと、うん、やっぱいろんな味付けのダンスがあっても形が決まらないとか、うん、そうなんか、そう、でも基礎ってやっぱ飛ばしがちだし、踊るのは好きだけど、うん、この真面目にこう立ち方とか体の角度とか、そう、筋トレするとかっていうことはすごくなんでかわからない、子供時代は特に、うん、なんでこれやんなきゃいけないっていうのが、うん、ありますか、 あるな、自分もそうだし、ね、でもなんでこれやらなきゃいけないかっていうのを説明する、うん、でもそれ大事、ね、そう、そう、何でかがそう分かれば自然と体動くようになる、うん、うん、そう、だからね、姿勢いいでしょ、私たち、うん、画面にね、映らない足がすごい本当だね、ずっと本当にこんな感じになってるこれね、これね、腹筋、背筋、体幹全部使ってますからね、今ね、ここね、前だなんかテレビでも言ってたけど、うん、腸腰筋が鍛えられる、そう、腸腰筋ちなみにあの、エスラダは全く伝わってないでしょ、自然の良さは分かるでしょ、映します、小型カメラ見た目でこうしたかあのね、そう、ちゃんと基本をこうやってるとこうやってね、背もたれに座るのがきついの、逆に、あ、そうなの、そう、疲れちゃう、痛くなってくる、そう、いろんなところが、でもこの方が楽なのね、だからそんな2人とも綺麗なポーズ、そう、楽なの、この方骨盤の上に自分の背骨がこう乗っかってる感じ、あ、そうそうそう、なあ、骨盤が倒れちゃうと、そう、こうなると、そうそうそう、疲れちゃう、こういうところが全部重力が、うん、
そう、なんかあって、そう、こうね、なんかおばあちゃんみたいな。どうされた？はい、みんな直して直して。直して。いいですね。そう、これで、そう、骨盤。これで骨盤体操にもなるね。そう、産後のママは必見です。はい、そう、話がそれでね、いきますけど、そうなの、基礎ってすごいね、大事なの。でもそれってダンスだけじゃなくて、普段の生活でも、大事だよね、それはね。そう。よく言うのが、考える力を鍛えるっていうことで、例えば一方的にこっちから、上はこうで、あれはああで、そう、今も言ったけど、その、なんでそうなのって、なんでその姿勢なのって思われたら、なぜならこうだからって言うと、あ、そうかって分かるんだけど、これはこういうもので、こうするといいんですよっていう情報をあげるんだけど、全部やっぱ受け身でいるときは、じゃ今私が言ったポイント、3つあったけど、入れるっていうと、知ったような気持ちになるんだけど、いざ言おうと思うと言えない、なんだっけ、っていう風になった自主的に自分からなんでだろうと思う、それで聞いてみる、なるほどって、まあ、子供たちにはノートにメモらせたりする、ノートにメモして人に伝えれるようになって初めて自分のものになるよっていう感じ、その考える力とかなんだって思いながらやっていくことも大事。想像力がね、豊かになるってすごいね、それ大人になってからも全然使えるし、そう、ダンスじゃなくても使えるなと、この時はどう動こうかなとかね、どっち選択しようかなっていうのも考える力だから、そう、ダンスでいう空間を読むっていう、あ、そうね、そう、人と人との間とかね、そう、これくらいでいけるとかね、これくらいですり抜けられるっていうね、その空間を読むっていうのが想像力を養うことで自然に体がそう動くようになるんですよ、ダンスやってると。でも子供の時難しいんだけど、ただ丸を作ってみましょうか、うん、こちらで練習してます練習してるロボットみたいな、ロボットになりますね。全体のその立ち位置とかも大事で、そのよく上から見た自分たちの姿と、その鏡の前から横から見たっていうのが全部入るようになるのってちょっとね時間がかかるんだけど、丸を作ってみようって言った時に中心に梅干しというか、この何ていうの、本当の中心へそってね、そんな今梅干しの分かんない、あのマシュマロの中に梅干しをこうで、そこを中心に丸を作ってみようって言った時、やっぱどっちかに偏っちゃったりとか、楕円になっちゃったりね、そう、あのこっちは近くてこっちは伸びちゃったりとか、こういうのが私から見たら知ってるから、うん、え、見れば分かるでしょ、おかしいの分かるでしょ、うん、って言っても、うん、何のだろうっていう風になる人はなるから、それ上から見るとこういう絵になってるよっていうのも、例えばノートとかに書いて見せると、今で分かったっていうとなんとなく分かった、それでもまだ分からないっていうのとかはあって、すごい時間がかかるやっぱりまだちょっとこう ね、あの難しいよね、イメージするっていうのが、うん、でもそれをやっていくと大人になってからダンスやった時の体の動きが全然違う、やっぱ子供の時にどんだけその考えて、考えたことも大事だし、繰り返しやって体に染み込んだことも大事だし、それやっとくと、そう、中高生ぐらいからこうバーっていきなり伸びたりとか、大人になっても、ね、続けられたりとか、そう、あと怪我のないようにね、メンテナンスしながらやっていくと、考えて使わないと、そう、体の使い方が上手くなっていく、だから本当怪我しないような動き方になるし、省エネで動けるようになる、そう、一つの振りだけでも大きく動くのも、どこのルートを動線を通ればいけるか、素早くいけるか、そう、あとなんかこう手がそう、ね、こうするのとこうするのちょっと違うとか、そう、ね、そのここから手だよとかね、そうそうそう、ここから足だよ、ここから手じゃないよ、こっちからだよ、そうすると蛇みたいなね、できるようになるんだけど、体をね、こっちから使う、それがこうやってなる、こっちから行くのか、そう、それが、あ、そう練習して、今そう、でも手先までこうやって伸びた、そう、そういう、あ、そう、上手、え、今さん、頑張れ、今、教師も会いましょう、姿勢も良くなる、まあ、クラシックバレエやってる人って大体姿勢がいいっていうのもあるけれども、ダンスがクラシックバレエのベースなので、あや先生は基礎 の、 そのバレエのレッスンもちゃんとやった上でのジャズダンス の、 あのクラスもちゃんとやるので、
基礎からのダンス、基礎からのダンスっていうレッスンで、まあ、他とね比べるっていうことはないですけれども、やっぱ動きを見てるとやってるやってないっていうのは一目瞭然で分かります、まあね、こういう動きだけでも分かるかもしれないですけどね。そう、はい、あっという間に時間が来ちゃうんですよ。もうちょっと話したい。まあこれはまた来てもらいましょう、はい、先生に、はい、大事な大事な告知がございます。はい、ダンススタジオサインさんがイベントにいくつか出演します。前出ちゃいましょ う、 もうどこまで行けばいいかな。ここ今月です。今月8月24日金曜日、積水ハウス静岡工場様。どこ、ここ自分の顔これね、顔にしかピント合わないっていう。え、本当？そう、いいよ、読んで。いい、あ、自分らこう寄ればピント合いますか。いいじゃん、ほら、OK、 よし、で、18時スタート、ダンススタジオ3位さんは7時20分からです、はい、お祭りが、ね、出店とかそういうのやるのが6時からスタート、はい、これ何曲踊ります？6曲ぐらい踊ります。そうです、子供たちも大人も含めてですね。はい、で、翌日です、グランシップパフォーマンス発表会、はい、12時半会場、13時開演、はい、グランシップ中ホールです、はい、で、両方ともですね、無料で入れますので、はいはい、遊びに来てください。来てください、はい、そして、はい、来月です、9月9日。そう、これはアポアダンスカンパニーさん の、 6回目の発表会の中で1曲私たちも踊らせていただくマットっていう題名の公演で、昼夜2公演あります、はい、でこれは何曲？は1曲だけ、1曲だけ、1曲だけ、はい、そう、今週の一撃で踊らせていただきます。大人が、はい、大人が踊ります。で、はい、チケットは、1500円ですね、前売り券が1500円なので、はい、他にもね、はい、ここのスタジオのそう、ね、いろんなダンスが、そう、見られるので、はいはい、よかったら見に来てください、はい、ぜひ足をお運びください、はい、あと何分？はい、あと3分ぐらいですけど、ここでコメントが、ああ、コメント、そうね、そうね、あー、あー、あーって、よかった、エリコちゃん、やすきり、あゆちゃん、いつもキラキラしてるよ、ありがとう。そしてごめんなさい、これ私、横田さん、ひょっこり、あざーす、あざーす、これは嬉しい、昔のやつがね、ちょっとね、ごめんね、ありがとうございます。これね、生徒さんとかね見てたらね、コメント入れてきてくださいね。はい、お願いします。え、じゃあ、次は読んでね。嬉しい。あ、そう、まゆみさん。あ、友達？はい。そう、身近なところでつながるね。へぇー。ナーティさんも友達だもんね。私が一緒で。まだいいよ。もう時間ないんだよ。一番の話になっちゃってね。そう。なになになに、あ、コメントありがとうございました。そう、まだ話したいことね、たくさんあるけれども、ダンススタジオサイさんの方では体験レッスン、いつでも受付しております。はい、あや先生の、携帯ホームページを見ればいいのかな。ホームページに、はい、インスタグラムとかも、はい、あ、そうですね、はい、活動の様子が、はい、動画とかも見れる、はい、ね、インスタの動画はぜひご覧ください。ものすごいの踊ってますから。ありがとう。私も踊りたい。復活目指してね。はい、お願いします。頑張ろう。うん、で、次の番組なんですけどね。2時半からです。はい、えにこの掛川で会いましょう。あ、会えて動かすね。会いましょう。ね、はい。ゲストはですね、静岡のキウイ王子です。どんな話が聞けるのかな、な幸せはしておりません。はい、なので、ダンススタジオ3位の方はインスタグラム等で動画を確認して、ちょっとこれ踊りたいっていう、本気の大人、大人本気で踊れる場所なので、うん、ぜひ来てください。で、まあ、パパさんママさんでも子供にちょっとこんなの踊らせたいわっていうことであれば、また綾先生にご連絡いただきたいと思います。うん、もしくはここで掛川テレビの方にご連絡いただいても大丈夫です。お願いします。お願いします。はい、はい、今日は本当にどうもありがとうございました。また来てください。踊ってくださいね。はい。
そう、今度はもうちょっとじゃあそうお役立ち情報を届けられればいいあどっち姿勢が良くなるあれとかなんかいろいろエクササイズあそうなのどういうのがいいかねでも結構ハードだからねあれしょ飛び出しカメラからはみ出すから飛んでんちゃうかもしれないじゃんとかさ本気だからあれ先生のレッスン受けたことはねある人分かると思いますけどね、うん結構きついです。ね、サイザって言われてるぐらい。そうなサイザって言われてるんですけど。ガチです。ガチ。だからね、ダイエットしたい方とかは来てください。そうで筋肉を鍛えればね。そうです。筋肉ないと体も疲れやすくなっちゃうので、そう、そうです。まあね、ベビーダンスでもいいですけどね、自分の宣伝しますけどね。でちょっとね子供成長してきたら、うん、サイさんの方に行ってエスカレーターしねそうね大人になってってねしっかり見ますからそうですですねあと何分、はい、もうそろそろですあもうそろそろだそうです皆さんどうもありがとうございましたまたじゃあ来月ぐらい月1ぐらいで多分までそんなにもそうなの準レギュラーになっちゃうのねありがとうございました。次の番組をお楽しみに。